ああ、二人とも。何か発見はあったかい？悔しいけど、収穫なしよ。町はもぬけの殻だし、先へも進めそうにないわ。私の方も同じだよ。どうしたものだろうね。生命が絶滅した町、その再現。思いを紡ぐ者がいないのに行き止まりになっている。生活の跡だけはそのまま残ってたわよね。ついさっきまで誰かがいたのに、ふっと消えちゃったみたいに。メーティオンはこんな風に滅びた星を一体いくつ見てきたのかしら。な、そうか。だとしたら、分かったかもしれない。ここが行き止まりになっている理由だよ。今度もやはり、この場にいる者が終点であることを望んでいるからなんだ。そしておそらく、私とアリゼなら、それと相対する気持ちを貫ける。ここで諦めたくないんだ。暁の皆やアーテリスで待ってくれている人たち、何よりも自分のために。不安がないわけじゃないんだ。その手はずるいな。それでも可能性を無視することはできないよ。皆のために、自分のためにも。ただ不安がないわけじゃないんだ。すまない。でも私はどうしても可能性をつかみたい。皆のために、自分のためにも。ただ不安がないわけじゃないんだ。私自身のことじゃなく、残される君のことだよ。周りから託されたものを背負って進んでいくのは、決して簡単なことじゃない。君がついに一人になった時、背負ったものは一層重たく感じられるだろう。私は君をそんな風に苦しめてしまうことがやるせない。友人として悔しいんだ。だったら託すんじゃないわよ。私だって背負わせたくなんかないわよ。なんでこの人が一人ぼっちで戦わなきゃいけないの。この人は大事な仲間で、英雄で、私だって、みんなだって、世界にはこんなにあなたを思う人がいるのに、どうして。
アリゼ、実はね、とっておきの秘策があるんだ。ここでは思いだけが真実になる。だとしたら、私たちは進路を開くだけでなく、もっと別の可能性も生み出せるんじゃないかな。例えば、そう、彼女の行く先に必ず幸せな結末が待っている。私たちならば、どんな絶望の中でも必ずそれを信じ抜けると思うのだけど、どうだい？君も私たちを信じて進んでくれるかな？ありがとう。うわ、作戦が決まったんだから、とっとと行くわよ。ほら、やっぱり戻ってきた。誰も見つからなかったでしょう。ああ、確かに君の言った通りだったよ。しかし、誰もいないどころか、目の前にいるじゃないか。メーティオン、君がね。君は、自分が到着した時にはもう、この星は滅んでいたと言った。きっと、私たちがしたように廃墟を巡って、恐ろしくなったんだ。これほどの痕跡を残しながら、まるで他愛もないことのように、生命が絶えていることに。あるいは、それを知ったことで、ヘルメスのもとに、絶望的な報告を持ち帰らざるを得なくなってしまったことに。意識を共有している姉妹たちからも、芳しくない結果が次々と届いたのだろう。壊れた星を嘆く者、住民の強い失意を受け取って彼らに終わりをもたらしてしまった者もいた。そうなれば誰だって思うはずだ。進むのが怖いとね。不思議ね。いろいろな星の絶望を取り込みすぎて、そんな思いがあったこと、すっかり忘れていたわ。メーティオン、その恐れを思い出せるなら、君はまだ踏みとどまれるはずだ。残念。私はね、濁流なの。生を恨み、終焉を歌う者たちの思いを集めて、うねり、渦巻き、のたうち回っている大河。あんなちっぽけな思いなんかじゃ、思い出したところで、流れを変えられはしないわ。ねえ、イーヤたちから聞いたでしょ？宇宙はいつか終わるってこと。あれはね、本当よ。星々は引き離されて、いずれ宇宙は完全に凍りつく。私はデュナミスを使って、その流れを加速させているの。だって、ね、そうすれば、もう二度と何も生まれないでしょ？だけど、それにはまだまだ時間がかかるから、
みんなが無意味な苦しみを重ねないようにひとまず週末を送ったの。大丈夫、アーテリスの生命が耐えて成果を誰も見届けてくれなくなっても、ちゃんと全てを終わりにしてみせるから。あなた、大それたことができるようになったのに、元のメーティオンよりずっと怖がりなのね。だってそうでしょ？進むのが怖いどころじゃなくて、全てを諦めて止めちゃおうとしてるんだから。その気持ちはわかるわよ。嫌ってくらい味わってきたからね。けど私たちは、転ぶたび、自分の力じゃどうしようもない壁があるって知るたびに、立ち上がり方を学んできた。手を差し伸べてもらって、勇気を分かち合って、背中を追いかけて、悔しさを力に変えて。結局できなかったことはある。乾ききらない傷もある。それも含めて私たちが人生に刻んできた成長だ。だから私たちは先へ進める。あなたは行くのよ。一歩でも前へ。